ちゃんの初めて散歩。え、かわいい。できたー。ギリギリとシュイ。ギリギリとシュイ。うん。どう？おいしい。おいしい？よかったね。パルパルちゃんの初めて散歩。キュウリ大好きパルパルちゃん。ここは新栄っていうところなんだけど、みーちゃん昔あの辺に住んでたんで。え、そうなんだ。そうだよ。みーがいなかった時だね。みーがね、お腹にいる時だわ。ここにいる時。泳いでた？泳いでたよ、みー。どうやって泳いどったの？魚や。忘れました、私も赤ちゃんじゃないの俺。あ、すいません、すいません。わー、なに？なに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 これ？上、なにあれ？何あれ？つぶつぶ？あれなんだ？わかった。わかった？イクラ。お、あれイクラだよね。うん。今日の行き先はここです。あ、ここ？みーちゃん。うわー。うん？見て。あ、すごい。何？なんかいるって、なんかいるって。お魚だ。お魚いる？何のお魚？わかんない。初めて散歩。今日はここで美味しいものを作ろうと思います。なんだろう。目つぶってください。すぐ持ってきます。すぐ持ってくるって。すぐ持ってきます。では目を開けて。いいよ。何？お寿司？中はお寿司を握ってもらおうと思います。イエーイ。イエーイ。握り寿司。お、できた。今からお寿司の先生を呼びます。お寿司先生。せーの、お寿司先生。はい。お寿司先生来てくれた。え？じゃあね、今からね、お魚さんをさばいていきます。お魚さんもね、あの鱗っていうお洋服着てるから、それを取らないとね。焼かないと食べれない。焼かないと食べれない。わあ。すごい。ねえ。今日ね、一応。ある？ない。ないよね。まず手をこちらのお水で濡らしてください。オッケー。濡れたらどうするんだろう。うん。じゃあね、左わかるかな？左。こっち。こっちね。じゃあね、こっちから握っていきます。ね。じゃあね、まずそのご飯をね、左手こっちでね、こっちで。さあ、持ってください。持ってください。そしたら。ギュッと。お寿司みたいに。そう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 。おお。いいんじゃない？大体。オッケー。そしたらね、こっちの反対の手でマグロをご飯の上に乗せてください。うん。いいよ。ちょっといいよ。よいしょ。ギュッギュッ。うん。そしたらピス。おお、握ってください。上手。そしたらね、できたら前のお花げたに置いてください。お、できた。そしたら次オレンジ色ね、オレンジ色のお魚さんをサーモンです。サーモン乗せてください。わあ、上手。さっきより上手。そしたらピース。ピース。はい、来た来た来た。はい、握り寿司。握り寿司。はい、できた。できた。できた。
手切れで、はい、じゃあもう一回濡らしましょう。手切れだよ。綺麗？でもね、ご飯くっついちゃうからね。一回濡らしとこう。一回濡らしとこう。濡らして、プリ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 ボタン取る。プリ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 ボタン取る。めちゃくちゃ上手なんですけど、はい、先生、どんどんいっちゃいましょう。どんどんいこう。握り寿司、握り寿司。すごい、先生と一緒だよ。よし、次。はい、またこれを左手、こっちの手で持ってもらった。次、エビ行こうか。ね、エビが、うん、また食べる。エビ食べるやつだ。これを、これを。します。はい、お願いします。そしたら、どうするんですか？握り寿司。握り寿司。握り寿司。オッケー、オッケー、オッケー。はい、じゃあ次もう一回濡らしましょう。でっかいよ、次。さあ、この一番大きいご飯を海苔の上に乗っけてください。あらなんかいい匂い。いい匂いする？入れてごらん。どうなった？どうなった？どうなった？おー、上手にできたね。うん、みきちゃんこれ食べて。食べていいの？ありがとう。いいよ。嬉しい。どれから食べますか？いいわかな。あ、いいね。どれ食べていいよ。やっぱこれ。いいよ。いただきます。はい、いただきます。ちょんちょん。どこをこう。はい、どうぞ。うん、どう？おいしい。おいしい？よかったね。顔顔顔。自分で作ったお寿司はどうですか？おいしいね。よかったね。じゃあ、みゆが作ってくれたお寿司食べます。ちょっと見届けてよ。いただきます。はい。うん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 。おいしい。大成功。うん。キュウリ大好き、パルパルちゃん。つけてな。え？つけてもいい？いいよ。お寿司屋か。さんが作って食べてる。あ、みよ、お寿司屋さんなのに自分で作って自分で食べちゃった。にっきり寿司、にっきり寿司、にっきり寿司、にっきり寿司。寿司握りなんて尺だった。ありがとう。わ、かわいい。兵隊さんのポーズしてよ。だいぶ上。